こんにちは、内田裕子です。なかなか皆さんにお会いできませんが、ネット上でのピアノラウンジということで、ひとときピアノの演奏を楽しんでいただけたらと思います。スタンダードやオリジナル曲、そして時にはホットな曲まで、いろいろなジャンルで弾いていきたいと思います。今日の第1曲目は、私のオリジナル、パープルレクイエム。この曲は大事な人とお別れしなくてはいけなかった日の朝に作った曲なんですけれども、弾くときにはいつも、もう一度会いたいなと思う人のことを思い浮かべて曲の中でおしゃべりしています。そしてもう一曲、今とてもホットな曲、映画鬼滅の刃の無限列車編の中のテーマ曲、おむら。2曲続けてお聴きください。Thank you.
Thank you.